こんばんは、いつも配信楽しみにしております。ありがとうございます。運転免許が取れる気がしません。どうすればよいでしょうか。普通自動車かっこ AT の免許を取るために、自動車免許合宿に通っているのですが、学科はともかく運転かっこ技能が本当にダメで困っています。まだ2日目で、実車は3日目ですが、運転が下手で、言われたことはできていないし、まともに走行することもできなくて困っています。先生にも上達が遅いと言われてしまいました。一応教本を見たりイメージトレーニングを家でやったりしています。でも全然ダメで落ち込んで悲しくて泣いてしまいますと。なんとか運転免許証を取得したいのですが、今のままでは絶対に技能で落ちてしまいます。徹底的に練習したいけど、無免許だから道路は走れないし、超運転が下手でも上手くなる方法がありませんか。のりさん、運転するとき何を意識していますか。回答よろしくお願いします。やめましょうね。オートマの免許で、アクセルとブレーキ、まあ、あとはサイドブレーキね、まあ、あれしかないわけじゃん。まあ、あとはエンブレとか、それができないのはもうちょっと厳しいこと言うようだけど、やめた方がいいと思う。あれができないのはね、だってゴーカートと一緒やんでしょ。だってね、アクセルとブレーキとサイドブレーキとエンジンブレーキと、基本的にそれぐらいか。あとはまあドライブだのバックだのいろいろあるけど、やめた方がいいと思うけどね。そんなに下手な人いるんだ。ハンドルさばきがってことかな。でも慣れるまでに事故ったら意味ないからね。自信がないだけ。車も運転できないわ。まあ、どれぐらいのレベルかわかんないけど、もうマジで何もできないのはもう脳欠損かなと思っちゃうもんね。まあさ、マニュアルとかならわかるけどさ、ねえ、なんであれができないのと思っちゃうから。ねえ、だってさ、無理だったらさ、車なんて世の中にないわけじゃん。最低限のさ、機能しか備わってないわけよ。普通の車は、オートマの車っていうのは。でしょ？それができないのはもう脳欠損でしょ。だって空間把握能力も皆無だし、ね、空間把握能力がゼロだと、車体の幅とか前後も何もわかんないし、ハンドルをどっちにひねったらどう動くかも何もわかんないわけでしょ？もうそれはもう乗れないよね。脳欠損だよ。なんかさ、その教本見てどうこうとかあるけど、最低限ハンドルを右に切ったら右に行くとか、そういうの分かんないわけじゃんか。アクセル踏んだら進むとか、ブレーキかけたら止まるとか、止まった時ではサイドブレーキ引くとか、分かんないんでしょ。だって、まあそれが知識としては頭にあるんだけど、それを技術として運転できないってことでしょ。じゃあそれはもうさ、やめた方がいいんじゃないの。どうしても免許取りたいって言って、それでもしもうちょっと逆にプレッシャーかけるけど、それで免許取って人引いて殺したらどうすんだよ。まあ奇跡的に時間と金をかけて免許を取れたとして、行動に出てね、もう先生も誰もいないよ、一人で行動に出て、おじいちゃんおばあちゃん引きましたとね、どうするのよその時に。自信がないならやめた方がいいよ。自信の持ちすぎも良くないけど、だからなんかちょっと考えた方がいいんじゃない。まあ大げさにこうやってメールしてきてるだけだったらまだいいけどな、なんとかなるレベルだったらいいんだけど、ちょっとメール読んでる限りではまともに走行できないのは走っちゃダメだし、免許取れないと思う。どうしたらいいですかって俺に言ってきてるけど、多分取れないよ。今のままでは取れないです。取れないです。大丈夫です。取れないから。取れない、そもそも。どうしたらいいですかっていうか、取らせたくない俺は。だから逆に教習所もこの人に取らせたらまずいでしょ。いや取らせたくない。なんかアドバイスしたくない、こんな状態で。だって変にアドバイスしてなんか通っちゃってさ、免許取ってさ、行動出てさ、なんか起きたらどうすんのよ。だから何も言いたくない。ごめんやけど、それはもう自分で何とかするものだし、何とかしないと。道路は一人で運転するんだよ。どうすんの、なんかあったら。保険50ぐらいかけとかないと。ねえ。教官困ってるかもねって。いや、怖いよ。運転は怖いし、車は怖いもの。これは別に持ってていい感覚。むしろこんな運転なんか楽勝だよって言ったやつほど事故るからね。地元で。だから運転は怖いんだとか、ちゃんとハンドル握れる人の方が、むしろ安全運転だから大事だし、怖いなと思う感覚は悪くないんだけれども、なんかその、怖すぎて運転がまともにできないはちょっとやばいわ。怖いと思う気持ちは大切なことだから、ずっと怖いと思ってた方がいいんだけどもね。
下手とかいうレベルじゃないじゃん。だって下手っていうのは運転はできるんだけれども、その技術的に上手くないってことなんですよ。まあ運転下手な人いるし、上手い人もいるじゃないですか、世の中ってね。俺も上手くはないんだよ、下手な方なんだけど。下手な人はいるんだよ。でも大前提として運転はできるんですよ。あなたの場合は下手じゃないんですよ。もうできてないんだから、下手の前なんですよ。わかる？運転がまともにできた状態でとりあえず発進ができる、駐車できる、右左曲がれる、ね、公道走れる、高速を走れる、その上で上手いんですか下手なんですかって話なんですよ。下手以前の問題で、まずハンドル握れないじゃん。うん。だから下手、それを下手って表現してること自体がもうおかしいし、うん。よくない。ダメ。そう。まあ、先生としっかり話し合っていただいて。まあ、あとは、その、一個アドバイスするならば、車の機能をフルに使う。やっぱりサイドミラー、ルームミラーもそうだし、自分の首を使って右左の確認とか、そう、そういうのを一個一個ちゃんとすることだね。そうしていくうちに、その空間把握能力、車に乗った上での空間把握能力ってだんだん身についてくるから、例えば車幅とか。運転上手い人だって、いつもちっちゃい車乗ってて、急に大きい車乗ったら怖いよ。そう、そんなもん。やっぱりね、自分の乗ってる車がだんだん慣れてくるから、違う車乗るとやっぱり車幅とかも全部変わってくるから、やっぱ怖いし、それってやっぱり慣れてこないと身につかないものだから、まずはその車に備わってる全ての機能を使って慣れることから始めないと、多分運転一生できないよ。うん、ちゃんと使ってる？サイドミラー、ルームミラーとか。うん、で免許を取れれば、やっぱ今の車って昔の車に比べてすごい便利だから、まあ、その便利が逆に危ないんですけどね、俺からすればね。だからおじいちゃんおばあちゃんはオートマやめてほしいんですよ。おじいちゃんおばあちゃんこそマニュアル乗れ。そしたら踏み間違いって絶対に起きないから。なんで踏み間違いが起きるか、オートマ乗るからなんですよ。だから足を乗っけてる方を間違えてしまって事故るんですよ。そう。だからじいさんばあさんほど技術介入が必要で、だったら別に80でも90でも乗っていいんだよ。そう。でしょ？おじいさんおばあさんになってくと年寄りってさ、だんだんその辺がさ、置いてくるじゃないですか。我々も今後そうですよ。そうなった時こそ技術介入が必要だと思ってるから。なのに、あんなさ、プリウスなんか乗ってみ？音静かすぎて歩いてる人、後ろ車来てること気づかないよ。あんな静かな車さ、簡単な車乗ったら危ないじゃん。だから、普通は逆なんだけどな。だから車って便利になればなるほど人の技術、レベルを落とすから、そうでしょ？だってさ、後ろにさ、センサー、モニターなんかついとったらさ、カメラついとったらさ、ね、運転の駐車レベルなんて落ちるじゃん。車の運転の駐車レベル落ちるでしょ？見ればいいだけなんだから。でも昔はそんなことなかったじゃん。自分の首使って、ね、両方確認して、運転席側だけ見たら反対側に子供いるかもしれないから、向こう側をね、サイドミラーで確認してって、そうやってみんな車止めてたんですよ。でも今はそんなことないじゃん。カメラ1個ついてるから、それ見ればこう言ってればいい。ああいうことやってると、どんどんレベル落ちるんだよ。だから、まあ免許さえ取れれば、多分バカでも運転できるように今の日本はそうなってるから大丈夫だと思うけど、まああなたの場合まずそこに至らないからね。免許取れるかどうかってところですからね。で、いろいろ調べたり人から聞いたりする話によると、やっぱ近所で事故る確率が一番高いらしいわ。遠征したり旅行行ったりとかすると、やっぱり集中するし、恐怖が出てくるから、より安全な運転するから、初めての道とかね。事故は少ないんだけども、分かってる道とかを運転すると、事故するんだって。だから、近所で運転すると、事故率が高い。そう。で、事故を起こすと、また事故する確率も高いらしいです。これはなんでなんだろうね。携帯と一緒かな？ずーっと携帯落とさないように持ってたのに、ポトンって落とすと、また落とすやんね。一年間落としてこなかったのに、一年経ってポロンと落としたらもう、なんか数日後また落とすみたいな。あれと同じで、車ってなんか事故るとまた事故るらしいんですよね。そう。連発して。こんばんは。先ほど運転免許の件で相談したものです。あ、さっきね。言葉足らずで申し訳ございません。カーブの際にブレーキ遅い。ハンドル回すタイミングが早い。一点を見つめすぎてる。全体を見るようにする。バックの速度が速くブレーキを踏んでゆっくり進むように言われるが、踏むと車が止まってしまう。ハンドルの見すぎ。クランクでハンドルをどれくらい回したかわからなくて、回った状態なのか判断に迷う。ギアチェンジがうまくできない。教官から主に上記のことを注意されます。ダメだよ。ダメだよ。この足のこの加減わかんないんでしょ。だからグッて押し込んじゃうんでしょ、ブレーキも。だからって感じになるんだよね。そのゆっくりブレーキ踏めないんだ。だったらアクセルも踏めねえよ。どうすんのよ。俺の家の前車出せないよ、あなた。
うちの駐車場からあんな狭い、うちの目の前の道路、どうやって車出すのよ。アクセル踏みすぎたらもうズドーンって宅地コーポに突撃するよ。バコーンつって。あれだって、ゆっくり行かなきゃいけないんだから。ブレーキとアクセルだってそうですよ。調整しながらやるんだから。下り坂どうすんのよ。さっき言った小振り峠の下り坂、あんた死ぬで。うん。ああいうところだってエンブレかけるんだよ。エンジンブレーキって言って、足でブレーキ踏むと、ベルトが焼けちゃうから。ベルトが焼けちゃうから、あんなにブレーキって踏んじゃいけないの。できる限りエンジンブレーキを使ってゆっくり下っていくんだよね。で、それでもダメだったらブレーキ踏むんですよ。峠の下りでブレーキなんか何度も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 踏んだら焼け焦げちゃうぜ。うん。すぐダメになっちゃうんだから。ねえ。だから、やっぱりね、その足を乗せた時に、その強弱を覚えないと、まずいわ。ハンドルの回すタイミングが早い。カーブの際にブレーキ遅い。うん、突っ込んじゃうね。ハンドルを回すタイミングが早い。突っ込んじゃうね。一手を見つめすぎてる。突っ込まれちゃうね。全体を見るようにする。もう悪いことじゃないね。バックの速度が速く、ブレーキを踏んでゆっくり進むように言われるが、踏むと止まってしまう。突っ込んじゃうよね。急に止まったら、ムチ打ちになっちゃうよね。うん、ハンドルの見すぎ。突っ込んじゃうよね。ダメだよ、もう。ダメだ。ダメだ。ね、慣れる前に人5人ぐらい殺す。ダメだ。これも才能だよ、ある意味。ある意味才能。ね。もうゴーカートとかゲームセンターのやつ、イニシャル D とかから始めた方がいいかもしれないよね。クランクでハンドルをどれくらい回したらいいか分からなくて、回った状態なのか判断に迷う。突っ込んじゃうね。止まってても突っ込まれちゃうね。ギアチェンジがうまくできない。走れないね。どうしようもないよ。ねえ、もう走れないじゃん、そもそもじゃ。どうすんの？どうやって発進すんのよ。怖いわ。エンジンかけて発進はできる？ちゃんとブレーキに足乗せてる？ブレーキに足乗せてる？ねえ、サイドブレーキ下ろした？ねえ、ギア変えた？ねえ、大丈夫ちゃんと。マジでサイドブレーキ引いた方がいいよ。ただし、これは、結構限定的な話で、東北とか北海道とか、冬に極度に寒い地域は、サイドブレーキ引かないっす。じゃないと、引かないでいないと、もう車使えなくなっちゃうんだよね。固まっちゃって。凍っちゃって。だから、東北、以北だとね、サイドブレーキ引かなかったりしますね。凍りついちゃうからね。そう、まあ、うちはさ、そういうところじゃないからちゃんと引いてますけど。ボーリングと一緒なんだよね。実は、運転って。ボーリングって、みんなストライク取るときどうします？これね、マジで運転とボーリングって一緒なんですよ。穴掘りじゃない。ボーリング下手な人にあるある。あ、ちなみに私、230超えなんで、ハイスコア。ね。私ね、一応、ハウスボールのプロから、皆さんにボーリングのストライクを取るコツを教えます。で、このストライクを取るコツって運転も同じです。まず体を柔らかく、力入れちゃダメ。で、ハウスボール、ボーリングの球、ボールを選ぶときも、自分の指に合ったやつ選んでね。そう。窮屈だったら変えてもいいから。ちゃんとね。そう。で、持つんだけれども、まあ、俺ちょっと左利きなんですが、みんな、下手な人って、ここ見てんすよ。これ車のハンドルと同じだと思って。で、こういう感じになってるんですよね。球見ちゃうんすよ。球見たりとか、自分が投げる場所、スタート地点、こう、タッ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 タっていったら、ここのところを見てるんすよ。ここ見てる。だから、投げた時に、そのボールが、変な方向行ったりするんだよね。じゃあどうしたらいいか。投げるときは、自分が投げたいピンを見ろ。絶対にそこから目をそらすな。まあ、一番先頭のピンの、まあ、両サイドのポケットの部分なんですけど、そこをちゃんと見てもらって、ピンから目を離すな。そうすると、人の手っていうのは、そっちのピンに向かって、投げるんですよ。必ず、こういうことでございます。人の手ってのはそっちに向かって球を投げるので、必ずピンを見てください。手とかレーンは見なくてよろしい。素人は。ピンだけを見て投げる。で、投げるときも手首が、俺だ。俺たちいるじゃん、本当に。ねえ、こう、俺たちいるじゃん。もうほんとクソ。ほんとクソ。ねえ、手は簡単。ね。男性の皆さん、女性のお尻を触るような感覚です。これです。ねえ、セクハラでさ、ピッとかやるじゃん。ああ、はい、
ペーみたいな、夢見たりするでしょ、ペーみたいな、そう、そんなような感じで、ね、舐めるように、ペローこういう感じで、ね、指で、霊を舐めるんです。手で舐めるんです。オッケー？もう一回言いますよ。ピンを見ろ。手とか霊は見るな。ピンを見ろ。ね、霊を手で舐めるように、ピンを注目。ゆっくりでいいです。ペロー、うん、これが、ボーリングのストライクの取り方なんですよ。最近ね、やっぱね、その配信許可もなかなか取りづらいんで、ボーリング配信減っちゃったんですけど、まあ、うちがね、っていうか俺がね、ボーリング配信したら、200スコア取るまで帰れませんです。はい。100とかそんなもんでね、満足しません。そう。200スコア取るまで帰れませんやってますから。だから毎回200出して帰るみたいな。200なんか出なかったらもう、恥ずかしい、男で。うん。200以下は、免許でいう、オートマみたいなもん。誰でも取れる。200以下なんか。誰でも取れる。うん。いや、ボーリング配信やろうよって、ボーリングとボーリングの違いもわかんないもんね。ボーリングってのも穴掘りだわ、お前。なあ、穴掘り。アルマゲドンのブルース・ウィリスだよ、お前。石油掘る。ガガ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 っていう、ゴガガガガガってやつだよ、お前。ねえ。ふざけんじゃないよ。ボーリングとボーリングは違えから。投げる方のボーリング、スポーツの方のボーリングは、ボ、うーだからマジで。ボ、うーだからね、絶対間違えないで。もう本当に間違えないで。これ間違える人多すぎで、ボーリング行こうよとか言ってさ、ね、IQ3 ぐらいの女子大生とか言ってんでしょ？ボーリング行こうよみたいな、ボ、うーね、これ絶対言って。女にもちゃんと言って。ね、可愛いからって言ってさ、訂正しないで、流さないで、絶対言ってあげて。おい、お前間違えてるからな、ボ、うーって言ってよ、ちゃんと。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。